株式会社 AI が提供するデモ音声です。これをもって日高慶種馬農協の主催する2歳馬トレーニングセールおよび1歳馬の各市場は全日程を終えたことになる。これはデモ音声です。全体の総括は後述するとして、まずオータムセールから触れたい。株式会社 AI によるデモ音声です。初日は新規申し込み馬213頭、オス71頭、メス142頭が上場され、162頭、オス55頭、メス107頭が落札された。株式会社 AI によるデモ音声です。売上は税込み5億9147万円。これはデモ音声です。1頭あたりの平均価格はオス430万4000円、メス331万5421円で、全体では365万1049円。株式会社 AI が提供するデモ音声です。中間価格はオス363万円、メス275万円、オスメス合わせると324万5000円となる。株式会社 AI によるデモ音声です。2日目はセレクト、セレクション、八戸、九州、サマー、セプテンバーと今年の1歳馬市場に上場歴のある馬たち244頭、オス117頭、メス127頭が上場され、186頭、オス94頭、メス92頭が落札された。株式会社 AI によるデモ音声です。2日目の売上は6億7749万円。株式会社 AI が提供するデモ音声です。1頭あたりの平均価格はオス448万1915円、メス278万4674円、全体では364万2419円。これはデモ音声です。また中間価格はオス346万5000円、メス236万5000円、オスメス合わせると280万5000円です。